どうも、ライスゲームズのライスです。さあ、やっていきましょう。ファイヤーエムブレムマップ3。さあ、やっていきましょうね。と、ここは右と左、俺はどこにいるんだ。デビルマウンテン。なあ、レナさん、早く逃げねえと本当にやべえぜ。麓にはアリティアの騎士団が来てるっていうし、今がチャンスなんだ。もう少しの辛抱だから頑張ってくれよ。ごめんなさい。でも大事なリライブの杖を置いてきてしまったの。あれを取り戻さないと。ジュリアン、私のことはもういいから、あなただけでも逃げて。あなただけならこのワープの杖を使って別のところへ移動できます。そうはいかねえよ。それじゃ何のために俺が奴らを裏切ったのか分かりやしねえ。とにかく杖は俺が後できっと取り返してやるから、今は逃げることだけ考える。さあ行くぜ。おお、リライブ？リライブの杖はどこにあるんだ？てか俺どこ？俺どこ？右下？ああ、まあ話し合ったら右下ですね。これがマルスかな？よし、さあマルス行け。うぃー。大気。で、どうしようかな。で、ジータとね、やっぱね、マルスで、ストーリーを基本的には進めていきたいから、ジータは上にやって、大気。動画。よし、動画、お前。よし。こいつは盾になるからね。こいつの防御力は半端ないからな。で、おう、ゴードンね。あー、チャー。よし。ゴードン。で、どうしようかな。ここら辺は、適当に進めて、あ。で、なんかマップ的に、増援とか来たりしたら、あれだ、増援とかあるんかな、このゲーム。ほら、俺がやったアドバンスのファイアーエンブレムは、あったから。増援が。だからちょっと、固めておいて、まあね、なんかあった時は、みんなでやっつけちゃおう。よし、じゃあパルトン行こう。こいつはね、尋ね者ですよ。傭兵には気をつけな。奴らは腕がいいから、下手をすると一発で首が飛ぶぜ。わからん。戦士は、レベルが一番高い。いや、マジ使いたいな。ちょっとマジ使っていこう。名前がいい。名前がいいっていうだけで使う。じゃあ、マルスと、このアーチャーと、カシャムね。うん、ハンター？ハンター？顔、ぶっさいかな、お前。ぶっさいかな、お前。よし。いや、こんなこと言ったら怒られるかもしれない。よし。じゃあ、破綻処理を。基本的には、敵を待つね。感じでやっていきたいんですよね。あ、やべ、右上。何もやってなかった。あー、ミスター、完全に忘れった。やっべ。やっべ、完全に忘れった。やっべ。やっべ。かわいそうだが、死んでもらうぜ。暗い必殺の剣。なんだ？なんだ？急に喋ったぞ。だいたいね、喋るやつって味方になったりするんだよな。よし、やっていこう。右上完全に忘れったな。ぶねー。これなんかこいつ回復？ワープ？ワープの杖はね、あんま使いたくないよね。ここはね、はい、大気。なんこいつ、仲間ならんの？仲間ならんね。なんだよ。逃げろー。あー、いけない。やばい。HP なんぼ。17、全然余裕。全然余裕ですな。ここにおったら弓でこっから攻撃されるから、ここいけるか。ここやったら敵に1体しか遭遇しないから、ここで十分。はい、オッケー。で、動画ね。動画をここの上のところに。えいや。大気。いいね、いいね、いいね。で、こいつはここね。こいつはここ。で、こいつはこのね、動画の後ろ。よし、完璧。で、この3体は動かさずに、マルスとこの3体の弓とこいつとこいつとこいつで先行だな。まあ、マルスはね、やっぱ強くしたいからね。やっぱ主人公を強くするっていうのはもうゲームの基本中の基本ですよ。スーパーロボット対戦、第4次スーパーロボット対戦のあのスーパーファミコンのやつとか、多分スーパーロボット対戦で最初、やっぱ最初らへんやったから、なんだろう。装甲とか回避とか改造したらめっちゃ強くなるんですよね、あいつら。すげえ強くなる。危ねえ。やばい。
よーし。結構ね、相手がね、こんな感じに動いてますね。全然余裕ですな。とりあえず、こいつはなんだお前。なんだお前。お前、こっちは回るすぞ、お前。ここに追って。とりあえず攻撃だな。鉄の剣。レイピア3つしかない。大丈夫かな。そういえば、この、なんか、あれだね。今更思ったけど、おお、倒した。おお、おお、倒した。ダメージ当たるだけでよかったのに。マジかよ。今思ったけど、このなんか、マップ終了した後に、こう装備をなんかいろいろやるっていう、なんか本拠地的な、そのなんか整理なんたらみたいなのがないな。整理ポイントというか。あれがないと結構困るな。これワープの杖って、まあいいか。とりあえずこいつゴミだから、下にやっとく？よし、大丈夫。はい、杖、大丈夫。いら、大地。まあ、下からなんか来ても、この三族と剣士三人兄弟がおるけど大丈夫やろ。こいつは、7。こいつ、どうなんやろうな。やばいね、これ。戻って、大輝。でも、こいつあと7やろ？倒せるんじゃね？これは、山に隠れつつ、お！お！やっぱりね。なんか必殺くらえなんたらかんたらとか言ったもんね。なんたらかんたらってひどいけどな。剣士ナバール。あなたほどの方がどうして、こんな盗賊たちの用心棒をしてるの？なんだお前は。女や子供には容赦はない。用はない。さっさと立ち去れ。お願いです。むやみに戦いをやめて、どうか私たちに力を貸してください。もしそれがダメと言うなら、私をその剣で好きなようにして。マジで？マジで好きにしちゃうよ。私は女に切りつける剣は持っておらぬ。なんかこいつかっこいいな。お前が命をかけてまで俺を欲しいと言うなら仕方がない。力を貸してやろう。お、やっぱりね。ナーバル。あと7しかない。やべ。待てよ。まず動画を先行させて、いや待てよ。動画を先行させたら恋できんくなるから、ここに一旦待機させて、はい、動画で、はい。で、これで攻撃、鉄の剣、トーン、はい、トーン、はい、死ぬ、ポーン、よし、いいね、動画強い。いい。やっぱね、俺ね、やっぱね、スーパーロボット対戦でもね、スーパーロボットで、ね、例えちゃうと、ちょっとね、もうね、例えてしまうんですけどね、すいませんね。走行大好きなんですよね。回避なんてね、死んじゃうからね。回避できんやったら 30% でさ、当たったりしたらさ、何しよう、アムロみたいなね。まあ、アムロ 30% とかありえんだけど。けどやっぱりね、負けるとね、やっぱ嫌だからね。誰か死ぬの嫌なんですよね、俺。だからね、走行でね、もうなんかね、めちゃガチガチにしちゃうというね。よーし。びっくりした。なんだろうな、山賊かな？山賊でいいんかな、こいつ。こいつ山賊？戦士か。戦士は、この山の上に登れるんかな。これアーチャーとかやったら、これ登れんのよね。これなんかさ、なんかあ、盗賊いけるやん。あ、いけるやつといけんやつがあるんか。なるほどね、オッケーでーす。全然知らなかった。こいつあと何本？ 18。でもね、しかしね、あの左のね、やつがね、すげえ逃げようよね。まず、あいつぶち殺さなきゃ、まず。ねえ。よし。だいぶ進んだな。で、どうしようかな。こいつね、マジびっくりした。食らっちゃったもんな。マジびっくりだぜ。攻撃。鉄の剣。どうしようかな。いや、待てよ。待て。こいつを、どうにかせな。死んじゃう。死んじゃう。攻撃、鉄の剣。トーン。いけーしねー。あと何本？ 1、2、メモリが、1、2、3、メモリ数えにくいな。なんで数値にせんやったんか、これ。あと何本？ 9 ね。半分くらったんか。なるほどね。OK でーす。じゃあ、これはどうする？これ左にやったら、こいつの攻撃を食らっちゃうから、この弓の攻撃を食らっちゃうから、一旦逃げたら、こいつは HP いっぱいあるね。1、2、3、4、5。5マスぐらいいけるだろ、お前何マス走れる？下から3番目。移動力7。よし、来た。じゃあ、こいつは一旦逃げて、
この弓のゴードンは一旦逃げて、いや、まさか攻撃されるとは思わなかったもんな。で、この今、オグマパンチ鉄の剣、ドーン、どやー、もう一回、よし、いいね。念じたら攻撃してくれる。いいね。これ、経験値24ってもらってるけど、どうなんかな。なんか、パラディンがこの上位互換なんですけど、そのなんかまあ2人とも死んだんだけどね、あの馬のやつら2体死んだんですけど、それのなんかあのすごい強いやつなんですけど、それになるとレベル経験値が全然もらえなくなるんですけど、それなんかな、あのオグマの傭兵のやつ、技があると必殺の一撃が出やすくなる、素早さが上がると敵の攻撃をかわしくなるよ、だからやれ、はい、はい、よっしゃ、やっていこう。まあ、マルスのレベルをどんどん上げていこう。とりあえずね、ロードやろ。多分ロードの多分上があるから、レベル20ぐらいになったら、レベルマックスになったらあるから、超強くなるから、マスターロードとかなるから、名前が。じゃ、ここ立つんじゃなかったよね。よっしゃ、ハンターはアーチャーに比べて力が弱い、強いが、守りが弱い。接近戦は避けた方がいいよ。知ってる。そんなこと知ってるよ。マジ、行こえ。マジ。よし。マジ、ここら辺で、ストップ。あとは、どんな感じだったっけ？結構動いたね。よし、じゃあ、これ、短縮状。はい。で、あの弓のやつは、多分、動画を狙ってくるはず。全然動かんじゃん。よいしょー。ちょっとね、マルスが危ないんですけど、あと9しかない。やべ。やべ。まさか、アーチャーが来るとは思えたな。あとね、こいつ動画狙うかと思ったら、こいつオグマ狙ってきた。でもね、全然食らってない。全然余裕ですよ。まずこいつ、まずはぶち殺すか。俺に盾つきやがって、どすこい。どうや。11か。なんか微妙だな。ああ、やべ。こいつ、あと、HP10 しかないしな、どうしようかな。で、とりあえず、ジータのやつで、こいつをぶち殺す。1対1で勝てるよね、さすがに。いや、待てよ。勝てん可能性とかも考えて。一応ね、手ありで、外から攻撃。相手は反撃できない。そして死ぬ。ドス。普通にかわしたな。なんだよ。マルスが残り9だからな。本拠地がここか。こいつが、なるほどね。ハンターね。じゃあマジで、マジ殺し。攻撃。斧。ドス。マジ殺し。どやー。もう一回攻撃しろや。斧はやっぱ、あれなんかな。素早さが足りんのか。よし、じゃ、これで終わるかな？弓。行ってください。よし、行った。よし。ありがとうございます。あとはね、ちょっとマルス回復したいんだよな。でもね、傷薬が使いたくない。だから一旦戻る。さよならー。よし。これ、右上はどんな感じだったっけ？あ、こんな感じか。じゃあ、短所量。はい。あ、オグマ山に登れたけん。これできたな。いや、思ったけど。こいつ逃げるやん。めっちゃ逃げるやん。なんだよ、オグマ。オグマじゃない。うわ、危ねえ。忘れとった。せ、あいつ2マス攻撃。てか、なんで弓なの、いや、弓のくせに山登れるんだ？今更ながら。くそ、ふざけてる。なんだよ、このゲーム。なんだ、これ。だって、こいつね、アーチャー、全然登れんよ、こいつ。なんでやねん。くそかよ。こいつな、ハンターか。ハンターは登れるんか。なるほどね。オッケーでーす。で、動画で、こいつをまずは攻撃して、鉄の剣、ドーン。はい、お疲れ様でーす。よし。いいね。いいね。お前、すごくいいね。すごくいいね。よし。こいつ、ちょっとこいつ調子乗ってるから、ちょっと回り込んで、そっちには行かせねえって言ってから。攻撃、鉄の剣、ドーン。はい、お疲れ様でーす。こっちレベル2ぞ。お、与えられない。やば。与えられないって、高さかな。こいつ、なんぼ？移動力。6、1、2、3、4、5、6、大丈夫。よし。
マルス回復させたいんだけどな。回復させるか、やっぱここで一旦待とう。じゃあこれさ、馬にさ乗せてさ移動するみたいなさ、あれない？ない？ねえ感じ？ないですか？ないですか？なさそうだな。めっちゃなさそうだな。マジ？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 てかマジやばくね？マジやばくね？マジやばくね？マジ意外とやべえぞ。残り HP10。半分減ってるのか。下手したら死ぬな。まあマジだから大丈夫だろ。マジだからね。よし、あ、危ねえ、倒した。これ倒せんやったらマジで死んどったな。マジでね。あ、なんか音楽変わったよ。この音楽変わったってことは、あれなんかな、拠点、もう敵動かないよ合図かな。あ、なわけねえか。あ、来たなー。マジー。マジですかー。マジですかー。死んじゃうよー。マジですかー。逃げたなー、あいつ。